皆さん、こんにちは。江藤塾行政書試験科講師の井上内淳也です。さあ、えー、僕からですね、今日お伝えする宣伝、広告の内容ですが、こちらになります。えー、2021年度の合格目標、書き直前対策講座ですね、情報通信、個人情報保護、スピードチェック講義とは、というところでお話したいというふうに思っています。 まあ、あの、これをですね、見られてるのはですが、まあ、いつなのかわからないんですけどね、まあ、直前期にどん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 こう近づいてる段階で見られてるというふうに思います。ああ僕は今日この半袖もね、え来ていますので、えまあ、これ収録が5月ではあるんですけどね、最近暑いなっていうところで、もう半袖になっています。 さあかところでですね、えーまあ、これを聞いてくださってる皆さんの中にですねなんかこう一般知識と科目が不得意だとかいうふうな言う人がいるかもしれませんがですねさあこれね一般知識においてはですが一般知識の、ね、問題も一般知識が不得意なんですっていう言葉をよく聞くんですただね法令等科目で同じように「まあ、法令等科目不得意なんです」っていう言葉をあまり聞かないんですね 例えば民法が不得意だとか行政法が苦手だとか憲法が得意だうんぬんっていうふうなことをよく聞きますけれどもそれぞれの科目に分けて皆さん話されるんですがこの一般知識等科目においてはですねこういう人が多いんです一般知識等が不得意だ一般知識のこの科目は不得意だって全部をね合わせて言う人がいるんですがまずここで改めて一般知識等科目が何個教科があるかこれ3つですからね 政治、経済、社会。そして、情報通信、個人情報、まあ、情報系科目。そして、もう一つが文章、理解です。さて、皆さん、自分でチェックリストでね、頭の中で思い浮かべてほしいんですが、一般知識と科目の中で、どれが不得意でしょうかってなれば、話は変わってくると思うんです。で、まあ、多くの人がですね、この政治、経済、社会が不得意だっていうふうに言うんです。情報系とかもね、 何かこう政治経済社会等に紛れちゃって、まあそれも不得意だっていう人が多いんですけれども、情報系科目ね、情報通信、個人情報保護の科目はね、これはね、成型者に比べて、もうね、よっぽどね、対策は立てやすいというふうに僕は思っています。なのでね、今まで例えば、ううまあちっともね、まあ、この一般知識とも科目してないんであればですね、このスピードチェックで全体見るっていうのもいいかもしれません。特にやっぱりね、あの、 合格基準点を割りしたくない。それで一番ですね、合格基準点を割りしないための特策は、この情報系科目をしっかりと漏らしておくことだというふうに思います。例えばですよ、個人情報保護法。ね、行政機関個人情報保護法。ね、こういうような法律がありますが、まず勉強の仕方とすれば、 これは法令等科目と同じように民法や憲法やで、ね、また行政法と同じようにまず勉強しないといけないということはもう皆さん知っておられるというふうに思うんですがただそれぞれのこの法律の中においてですね出やすい項目ということがあるんです例えば個人情報保護法であればどこが出やすいですかもう一番にね、まあ、これ情報業績関個人情報保護法も一緒なんですけども目的条文ですねこれをしっかりと抑える それとそれぞれの定義、個人情報って何なんですかとかね。え、まあ、こう、個人、ね、こういう個人データ何なんですかうんんとかいう形で、まあ、これは行政間個人情報保護法もね、個人情報も同じなんですが、そういうところがある。あとは適用除外とかね、まあ、出やすいところがこう決まってるんで、特にスピードチェック講義ではね、あの、時間的にはこう短いので、そういう出やすいところ、 を中心にに見てていいいきたいとういうふうに思っています、まあ、政治経済社会のようにですね、どこが出るかこう分かりづらいという科目ではない、ね、そういうふうな一般知識のこの情報系なのでね、ぜひ最終的なチェックとして使ってもらうとかですね、今まで勉強してないんあればですね、ぜひぜひスビートチェック講義で全体像を見るのもいいというふうに思います。 ね、一般知事と科目も全部捨てるっていうことはやっぱやめた方がいいというふうに思うんでですね。まあ、成形者はできなくともね、情報系科目だけでもしっかりしておこうなんて人もいいかもしれませんので、えー、ぜひですね、えー、皆さんの最終的なですね、えー、勉強の方法、原勉強計画の中にですね、このスピードチェック講義の情報通信、個人情報保護も入れてもらったらなというふうに思っています。はい。えー、それではですね、僕からのおまあ宣伝はですね、これにて終わります。ありがとうございました。